こんにちは、未確認艦隊道しるべです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。はい、今日の動画です。前回ご紹介しました MC8 の、操縦新機の、レビューをしたいと思います。KO プロポさんから発売されました、ゲームのコントローラーの形をしました送信機ですね。はい、安価で、8チャンネルも機能がついてます。動作テストをやってみたいと思います。はい、こちらですね。前もってこれ単4電池4本ですかね、入れております。まず送信機のスイッチを入れます。入りました。はい、続けてですね、こちらの受信機のスイッチを入れます。ただいまチャンネル A にサーボがつながってます。送信機で言いますとこれですね。このスティックの上下が、A となります。動かしてみますね。いいです。左右ですね、まあ、A も B もですが、このようにスティックを動かした分の量だけサーボが回転いたします。で、離せばまた戻ります。続けて次は C です。はい、C はこちらですね。こちらのスティックの上下ですね。動かした量だけ動きますね。はい、続けて D でいきます。 D は左右ですね。こちらのスティックの左右。はい、ちゃんとそうサーボがコントロールできています。はい、続けて今度ですね、E に行きます。はい、E はですね、ちなみにこのスティックのこの部分を押さえるという部分ですね。押します。離します。はい、これは先ほどとは違いまして、サーボのコントロールというよりはオンオフというか、こんな感じで動きます。まあ、これ何に使うかと言いますと、まあ、スイッチ回路ですね。スイッチを入れたり切ったりするような機能に使える部分ですね。チャンネル E はこのような動きになります。続けて今度同じくこちらの E ですね。あ、ごめんなさい、今度 F ですね。押します。 F です。はい、このような動きになります。まあ、これはだからサーボを使って、例えばこのサーボがこう動くことによってスイッチが入るような工作をしたりですね、別売りのですね、スイッチング回路ですね、LED をつけたり、例えば音を鳴らしたりオンオフに使うチャンネルに有効だと思います。続けて今度は G に行きます。こちらですね。動かします。なるほど。なるほど。今ピロンと言ったのはですね、ちょうどセンターに戻った位置ですかね。
さらに押していくと何段階かで、これはもうこれ以上いかないということですね。まあセンター戻りました。はい、こちらもうこれ以上いません。音で知らせてくれるようですね。はい、続けて残りこのですね、エッジですね。はい、こちらも一緒ですね。これいきません、いきません。はい、まあピロットになりましたね。これがセンターの位置に戻ったということです。はいはい、このような動きです。まあサーボのコントロールっていうのがこのような動きですよね。何段階に分けた動きです。そうですね、これだったら僕だったら例えば戦艦 の手法ですかね、手法の動きですよね、に使いたいかなと思ってます。はいはい、全部で8チャンネルとなります。ね、まとめてみますと、まずですね、 A チャンネル、B チャンネル、こう A チャンネルと B チャンネル、あと C チャンネルと D チャンネルですね。 C チャンネルと D チャンネル、まあ、これはですね、スピード変化というかサーボがこう動かした分だけまあ稼働できるということですよね。で、同じく押し込みの E と F ですね。これはもうサーボが一定角度しか、まあ、押した時に動いて離すと戻るという、まあ、スイッチング回路として使うチャンネルだと思います。はい、さらにこの、G と H ですね、これはまあ左右に動くのですが、この押す、ね、一押しをして、一つ動く、こんな動きですね。そのような使い方となればやはりね、ギミックしかないかなと思ってます。だから8チャンネルあるんですが、8チャンネルの、使い方ですよね。これを見ていただきまして、まあ、参考にしていただきたいと思います。まあ、例えばこちらが船でいきますと、スロットルですね。スクリュー、前進、後進、で、舵、右、左と、これできると。ましくは、これで、片一方だけでできますよね。こう前進後進とそれに上わす右と左、こんなこともできますよね。まあ、8チャンネルありますけど、まあ、このような、各チャンネルで特性がありました。はい、以上のような、各チャンネルの、機能でした。はい、ぜひ、参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また見てください。